どんなに疲れていても会いたいと思う人いるわ。アンナ、アンナ、えミキ、どんなに疲れていても会いたいと思う人が恋人なんでしょアンナ、恋人何ミキ、気づいていなかったの私の気持ち。アンナ、ミキ、あんた何言ってるのミキ、私はあんたのことが好き、好きってわかる恋愛的に。 恋愛のインフルエンサーのキラギ様の言う通りにしていたのに、私は恋愛うまくいかなかったわ。私は騙されていたのよ。しかも、異性愛前提の話しかあの人していないわ。同性パートナーとか、アロマンティックアセクシャルの投稿とかはしていなかったわ。マイノギティは数が少なくて、マイノギティのネタの動画を出しても再生数とか取れないから。だから一般枠向けにやってんのよ。所詮は金にしか興味ない人だったのよ。 今の時代に即していない多様性への配慮にかける活動だと思いますがいかがですかって引用儀ツイートしてやろうかしら。不幸んはキスするしかないよ。遊戯ドラマにしてみた。アンナ、ミキ、落ち着いて。これは BL ドラマよ。勝手に遊戯作品にしないで。ミキ、私、思ったの。男が無理なら女ならって。アンナ、ミキ、 落ち着いて、篠宮くんのことはいいの諦めたのミキ、何勘違いしているのミキ私は、篠宮くんのことを恋愛的に好きとは言っていないわ。アンナ、あんた何言ってるの恋愛のインフルエンサーのブレスレットを買ったり、お茶に誘おうとしたり、連絡先聞こうとしたり、恋愛的アプローチをめっちゃしてたじゃない。ミキ、違うわ。私のドラマのホームページのプロフィールを見て、 いつも素敵な人に出会うために一生懸命、篠宮に憧れているようだがって書いてあるわ。アンナ、憧れって書いてあるんだから、篠宮くんのことが好きなんじゃないのミキ、違うわ。これは BL ドラマなのよ。LGBTQ のことをちゃんと調べないといけないわ。アンナ、LGBTQ については調べているけれど、ミキは女性として男性が好きな異性愛者なんじゃなかったの ミキ、これだけの情報では異性愛者と断定することはできないわ。シノミヤに憧れているって書いてあるわ。憧れは恋愛的に好きとは限らないわ。みんなだって憧れているアイドルとか有名人とかいるでしょ。私の場合は恋愛のインフルエンサーのキラギ様。でも、キラギ様に憧れてはいるけれど、キラギ様と付き合いたいとは思ってはいないわ。アンナ、そういうことね。 まあ、アイドルとかならガチ恋勢の人とかはいるけどね。ミキ、素敵な人に会うために一生懸命と書いてあるわ。素敵な人は異性とは限らないし、恋愛の相手とも限らないわ。私は、もしかしたら、男女、両方とも恋愛対象になるバイロマンティックかもしれないし、素敵な女性に出会えるように、女性が恋愛対象のレスビアンの可能性もあるわ。女性だから男性が好き、これが当たり前だと。 決めつけるのは良くないわ。ミキ、福幸君はキスするしかない。第7話見たでしょアンナ、見たわ。ミキ、激鎮したって言ってたわよね。ミキ、そうよ。でも、本当は知ってた。篠宮君くんの恋人は福原くんだって。アンナ、どうしてなんとなく見た雰囲気から。ミキ、違うわ。これよ。アンナ、ツイッターミキ、 篠宮みくんのアカウント。幸福体質、芸、心理学。関連するワードで探せば見つかるわ。セクマイアか持っているのね。アンナ。ギア友ともとがっているアカウントで LGBTQ の話をしたぎ、LGBTQ の人をフォローしたぎすると、LGBTQ だと勘づかれちゃうからアカウントを分けて、似た悩みの仲間を作ろうとする人はいるわよね。ほら、これ。 福原くんと一緒に写っている写真よ。これでこのアカウントはしのみやくんと特定されたわ。あんな、ネット社会恐ろしいわ。投稿内容には注意しないといけないわ。自分に関係するワードとか写真とかでバレちゃうわね。ミキ、私、一応ドラマオリジナルキャラクターなのよ。あんな、そういえばそうね。ミキ、なのに、私、出番少なくない アンナ、そうかしら、言うて毎週出てないミキ、そうだけど、原作には福原の恋愛のライバルのキャラは登場しないのよ。もう少し福原くんと私とで、篠宮くんを奪い合う話が1話とか2話ぐらいあっても良くなかったかしら。その方が作品として盛り上がったと思うわ。アンナ、確かにそうね。 一般の方向けの作品はほとんどが恋愛的な要素が入るわ。ミキ、そうよ。恋愛のライバルが出てくるとか、浮気をするとか、男女で困難を乗り越えて恋愛関係になって結ばれるとか、一般の方はそういった恋愛の表現を楽しいと思うみたいだわ。アンナ、恋愛とかがない作品は、気象、転結が描きにくいとか、そういう理由で、 一般の方が見た時に楽しめないわね。だからロマンティックアセクシャルのドラマは少ないんだわ。ミキ、先週、福原くんと篠宮くん、約になってたじゃない福原くんが篠宮くんの幸福体質を利用しようとしていただけだと言って、篠宮くんの家から出てったじゃないでも、その後は二人で話し合って和解して正式に恋人になってたわ。アンナ、 しのみやくんに恋人ができたって話聞いたわ。みき、それで第7話で私が激鎮したって言われたわ。私と福原がしのみやくんを奪い合う原作にないドラマオリジナルの話があってもよかったのに、さらっとみき激鎮したって終わるのってどういうことかしら。あんな、全部で第8話だからあと1話あるわ。まだ諦めるのは早いわ。みき、 私のブレスレットも切れちゃうし。アンナ、切れたブレスレットのこと、インフルエンサーのキダギ様に聞いたわ。あなたに代わって邪気を吸い取ってくれた、身代わりになってくれたって言っていたわ。ミキは強烈な邪気だらけだったらしいわ。邪気といえば、アセクシャルのシンボル、ブラックリングの話が有名だわ。右手中指につけるわ。邪気を払うという風水上の意味があるらしいわ。ブラックリング、 セクシャルの考え方からすると恋愛は邪気のようなのね。ミキ、私邪気だらけだったのね。アンナ、ブレスレットが邪気を吸い取ってくれたからもう大丈夫ね。ミキ、そうよ、アンナ。私に疲れていても会いたい人はアンナ、恋人だと言われてドキドキしたでしょアンナ、そうかもしれないけどミキ、落ち着いて、女性同士だとまだ今の日本では 同性婚は認められていないわ。ミキ、大丈夫よ。アンナ、何が大丈夫なのミキ、東京都のパートナーシップ宣誓制度が2022年11月1日から始まる予定よ。東京都が同性カップルを公的に認めるわ。アウティング防止のために届出と証明書発行をオンラインで行ったり、都内のサービスで証明書を使えるように検討もされているわ。 今はまだ詳細は決まっていないみたいだけど、以前は例えば渋谷区だったら区内のサービスでしか使えないし、引っ越しちゃったらまた別の地域で同性パートナー証明書を作り出さないといけなかったわ。すべての地域に同性パートナー制度があるわけじゃないから、引っ越した先の地域になかったらもう使えないわ。今回は東京都として幅広めに認められることになるわ。アンナ、そうね。前よりは、 まだ過ごしやすくなるかもしれないわね。でも法的な結婚とは違うから限界もあるし、あくまでサービスを使うときにハーギョしてくださいねっていう意味だから、都のサービスや民間サービスでの検討を活用されている状況だって言っていたわ。完全に民間サービスでも納税パートナーが認められるようになるっていうわけではないみたいだわ。ミキ、そうなのよ。だからまだ私たちがこの先一緒にいるのは、 まだ大変みたいだわ。アンナ、そうね。てか私の話を聞かないで話を進めすぎじゃない私のセクシャリティはこのドラマでは特に描かれていないから、女性が好きになるのかわからないわ。ミキ、アンナのプロフィールを見てみると、友人としてクールに見守っているしか書いていないもんね。あんまり感情を出さないクール系のキャラクターだから、何を考えているか最終回直前まで言ってもよくわからなかったわ。アンナ、 そういえば、私たちの出会いってドラマで描かれていないし、ミキは原作見ないキャラクターだから、確かに私たちの設定ってよくわからないわ。ミキ、私たちの出会い,いつだっけあんな、大学で結構仲良くしてるように見えるから、昔から一緒だったのかしら。ミキ、それなら、高校生の時に私が筆箱を忘れたのがきっかけで、たまたま席が近くって、 ボールペンをかぎたのがきっかけで出会ったという設定にしましょう。アンナ、それ、恋性の二人のサクコとチズルの出会いの特技よね。ミキ、ずっとサクコが好きな状態で高校生活、大学生活、社会人生活を送っていたチズルはしんどかったろうね。アンナ、サクコとチズルは最終回でも再会はできなかったみたいだわ。ミキ、私たちは大丈夫よ。不幸んは傷するしかないの。最終回でも。 一緒にいれると思うわ。第7話で講義聞いているとき、私から会いたい人アンナって言われたときのアンナの表情、実際ドキドキしていたでしょお試しで家族、カッコ仮になりましょう。大学卒業したらパートナーシップ、先生制度利用しましょう。アンナ、冷静になって、さっきも言ったけど、私とセクシャリティはドラマでは描かれていないから、誰を好きになるのかわからないわ。第一、将来も不安よ。 同性でも一緒に住めるアパートとか、大学卒業後の就職先にバレたらどうなるのかとか、子供とかどうするのかとか、孤独になっちゃうのかとか、病院での面会どうするのかとか、同性と一緒に暮らすのって今の日本ではまだ大変よ。ミキ、忍宮君、くん、諦めて本当にいいのミキ、同性で住めるアパート今のうちに探しておくわ。最近は同性パートナーでも挙式を開ける結婚式場もあるみたいだし、 あんな、ちょっとミキ、何勝手に話進めてるのミキ、あとレスビアンバーとか LGBTQ のイベントとか、大学卒業したら自由だから行ってみない前から色々興味あったわ。そういえばキラさ様は本当に恋愛のネタ投稿してるのに、同性パートナーとかアロマンティックアセクシャルとか LGBTQ に配慮した投稿はしていなかったわ。マジョギティ側の方が多いから仕方ないけど、 今の時代に即してないし、多様性への配慮に欠ける投稿ですが、いかがですかって、引用キツイートさせて炎上してやろうかしら。あんなミキ何言ってんのキラギ様のファンなんじゃなかったの誹謗中傷とかは良くないわ。ミキ、私、キラギ様の言う通りにしていたのに、今まで恋愛うまくいかなかったわ。私は騙されたのよ。あんな、どうしたのミキ、そういうキャラだっけミキ、でも、今回はあんナと一緒になれるわ。 いつも素敵な人と出会えるように一生懸命って私のプロフィールに書いてあったけど、男性の素敵な人とは誰も言ってはいないわ。素敵な人とはすでに出会っていて、私の隣にすでにいたのよ。大学卒業したら一緒に住みましょう。愛とか恋とか面倒なことがない私たちの城。 最終回では福原と篠宮が結ばれて、三木と安奈も結ばれました。大学卒業後、それぞれは同性パートナーシップを結びました。めでたしめでたし。